んにちは。フランス語のコーチのセルドリックです。今日はとても大事な話したいと思います。特にフランス社会の中のコミュニケーションの習慣と関係していることですね。コミュニケーションまたは人間関係と関係していることです。 vous と tu の使い方ですね。ちょっとフランス語を勉強したことがあったら聞いたことあると思いますが、フランス語では喋り方のレベル2つで分けますね。フォーマルの喋り方は vous、 その相手のことをあなたと言いたいときは vous を使いますね。まあ、vous voyez、 vous で話すことになります。そしてカジュアルの場合、相手のことは tu を使います。 tutoyer、 tu で話すことになります。そして具体的にどうなるんでしょうか。まず tu の場合ですね。 tu は家族の人に、友達に、親戚の人に、子供に、若者に使うものです。つまり今親しい人に使うものです。または逆に怒ってる時、しない人でもすっごい怒ってる時、切れてる時、tu を使うんですね。 Qu'est-ce que tu fais, pauvre connard? みたいな感じです。 Qu'est-ce que tu fais, pauvre connard? 若者の話なんですが、フランスでは学校とか大学とかでは先輩後輩の関係のシステムがないですね。つまり若者同士はみんな tu を使います。同じ若者、同じ学生という考え方です。あとは vous の使い方ですね。 vous は基本的に知らない人、会社で上司とか初対面の人とか、教室の中とかクラスの中の先生に、お客さんにとか店員さんに、お客さんも店員さんもお互いに「vous」を使わないといけないですね。あとは子供とか若者が大人に話すとき「vous」を使わないといけないです。基本的に「vous」を使ったら、その相手のことを呼ぶとき、マダムプラスミオジとか、マドモアゼルミオジ、ムシュープラスミオジを使わないといけないですが、トゥを使うとき、相手のことを下の名前で呼びます。あるいはあだ名とか、友達とかだったら。Vous プラス下の名前はあんまりないですが、全くないわけではないです。だいたい間の関係になりますね。例えば同僚とかによくあることです。まあ、その同僚とそんなに親しくないですが、まあ、毎日会う人ですから、まあマダム・デュポンとかマダムなんとかムシューなんとかで呼ぶのが、まあ、ちょっと面倒くさくなるので、 vous を使って下の名前で呼びます。または先生と生徒さんとかに、私もクラスの時に vous を使ってますが、その生徒さんの下の名前を使ってますね。と、まあ、どちらかというとまだフォーマルなんですが、 vous プラスマダム・モシューよりちょっとカジュアルになります。そういう段階もありますね。そして、まあ、親戚で義理の母とか義理の父には最初はよく vous プラス、まあ、vous になりますね。 vous モシューなんとかですが、ちょっと親しくなったら vous プラス名前に変わって、もしもっと親しくなったら tu に変わりますね。 tu に変わるタイミングが、そこがちょっと難しいかもしれません。ですがフランスでははっきり聞きます。 on peut se tutoyer というふうに提案します。 on peut se tutoyer、 お互いに tu で話しませんかっていうふうに提案しますね。その提案はだいたい上司からとか、会社だったら仕事が長い人からとか、また年上からの人が提案するんですよね。
その提案をするタイミングは多分人の性格にもよります。ちょっと内気の人とかはあんまり提案しないかもしれません、自分から。ですが、すごくフレンリーな人だったら初対面とかでもすぐ提案することもよくあります。初対面は環境によります。例えばパーティーとかだったらよく初対面ですぐ「チュ」で話しませんかというふうに提案しますね。ただ「チュ」その人と「チュ」になったら「ウ」に戻ることがあんまりないですね。その「チュ」にしませんかっていうのは仲良くしましょうよ、友達になりましょうよっていう意味になりますから、その人と「ウ」に戻ったら、まあ私はあなたの友達じゃないよっていう 意味になるので、結構冷たくなるし、まあ、気まずいですね。ただ、例えばその人、まあ、中になった人に嫌なことをされた時、たまに VU に戻ることがありますね。その時に、まあ、関係を切るっていう感じになりますね。私はあなたの友達なんかじゃないよ、ちゃんと敬語使いなさいっていう感じになりますね。かなり強い攻撃になりますね。気をつけましょう。つまり一回、チューで話しましょうよって、エスコンプスチュトワイエというふうに言われたら、その人とずっとチューを使ってください。まあ、今日の動画はどうでしたか？ぜひコメントとか下に残してください。または今後からチューとウーの使い方を間違わないように頑張ってください。頭の中にはすぐスイッチをできるように、フッ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 。チュウチュウチュウスイッチできるように活用を覚えましょう。フランス語のコーチのセドリックでした。動画を見ていただいてありがとうございました。